さて、今日はですね、使徒の働きの連行の44回目として15章の1節から11節を開きしてまいりました。これは一つね、大きくね、この働きが変わっていく、またね、この今ずっとね、使徒の働きをお話をしていく中で、この聖霊に満たされると、ね、信仰を強め、ね、このイエス・キリストを述べ伝える力が与えられ、そして御霊の賜物が開かれていく、そこからスタートしたわけですけれども、その中にね、この異邦人のね、この宣教が開かれ、第一回伝道旅行がなされた後、パウロ・バルナバがこのアンテオキに帰ってきた後のことからです。で、この中でね、簡単に言えば、この一つパリサイ派の方々が、パリサイ派のイエス・キリストを信じた方々がこの律法を守られなければ救われないということを言い出したんですね。で、これはね、重要なところなんです。なぜならパウロはこの後ね、さまざまなところ、特にガラテヤ書でね、この別の福音に移ってしまうのですかとね、ガラテヤの方々に言うからです。つまりその当時ね、このユダヤ教の、つまり律法を守るということを通して救われるということに関して、多くの方々が、ある意味縛られていた、縛られていたことに対して、そうではない、救いは恵みなんだ、ね、恵みというのはね、あと最後また話しますけれども、与えなしに受けることを言います。与えなしに、つまり何かをしなくてもそれを受けること、だからイエス・キリストを信じることを通して救われるという、このことに別の条件を入れようとね、してきたわけです。ですからそれに対してね、このパウロはね、このそれに対して戦っていくわけですが、一節に、さてある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かが、この問題について使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。で、この時ね、問題ができたので、エルサレムに登ってこの使徒たち長老たちに話を聞くということを、ね、この導かれました。その並行箇所がね、このガラテヤ書のあります、ガラテヤ書の2章ですね、一節から、お読みしますが、それから14年たって、すみません、364ページですね。それから14年たって、私はバルナバと一緒にテトスも連れて、再びエルサレムに登りました。それから啓示によって登ったのです。それは啓示によって登ったのです。そして異邦人の間で私の述べている福音を人々の前に示し、主だった人たちに個人的にそうしました。それは私が力を尽くして今走っていることに、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。しかし私と一緒にいたテトスでさえ、ギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので、強いられる恐れがあったのです。彼らは私たちの奴隷に引き渡そうと襲おうとし、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです。私たちは彼らにひとときも譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためです。で、ある方はね、これは、パウロとバルナバがね、このエルサレム教会でこの飢饉の時に登った時のことではないかということをね、言ってるわけですけれども、でもね、内容を見るとね、割礼を強いられなかった。またね、この異邦人で、異邦人伝道のことを述べていますから、ですからこのね、第一回伝道旅行の後のことであろうということで私は思っていますが、でこの時ね、キリストの自由というね、つまりイエス・キリストを信じることに関して私たちは自由であるという、そこにこの律法という枷をね、はめようとしてくる、ひどいですね、ここはひどいというかね、偽兄弟ね、つまり偽兄弟、下手すると救われてないとかみたいな、ね、言い方ですけども、それが忍び来ようとしていたということを、ね、言っていますが、で特に、ね、ここで見ておいていただきたいのは2節、
それは啓示によって登ったのです。啓示って何かと、神様に語られて登った。だからここ使徒の働きの方に戻りますが、この、ね、激しい論争があって、じゃあね、人たちのとこに行って決着をつけようってね、人間的に思うでしょうが、そうではなかった。そうじゃなくて、その、ね、激しい論争によってパウロに立つ方々、またこのね、このユダヤ教立法主義に立つ方々と論争になった時に、神様が示して、神様が示してエルサレムに登ったってことですよ。問題困難の時にね、この一つ解決するね、大きなね、祝福のね、事柄はね、神の示しです。問題困難とかね、さまざまね、どうしたらいいか分かんない時にね、ぜひね、祈ることをね、お勧めします。で、祈ってね、神様が示す、これ吟味必要ですよ。必ずね、確認してください。分からなかったら、教会に確認してください、ね、で、このその中でね、確認して啓示、つまり示されていることを一歩ず一歩成していく、またそこにね、問題の解決があるということをね、覚えていただきたいなってね、思っています。で、ね、何度も何度も言ってますけどね、私たちにとってこのコハグラの礼拝をね、急にこの引っ越してくれって言われた時ね、どうしようもない状況ですよ、ね、お金があったわけではありません。でも、まあ、その前にね、そういう騒ぎが一度あった時に、あれも神様の手だと思いますね。その時はね、助かったわけです。そこからね、街道建築、ね、献金が始まって、約100万円ぐらいかな、100ちょっとかな、経済があったからね、その助けになりましたけれども、でもその時ね、私は何かと言ったら寝たきりですよ。今もね、ずっと立ってるとね、腰がだん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 重くなってね、クッなんですけどね、だからこれいつもね、必ずどっかね、手をついてね、いますけれども、でもそういう状況の中でね、神様がね、助けてくださる。まあね、何度も言いふら続けてますけどね、祈った時に駅のそばって語られて、またいくつも語られていって、そしてね、10月ぐらいだっけ探し始めたのが9月に言われたんだよな。9月の2週に雲地に行って倒れて、その2週間後だから10月のちょっと前ぐらいで、10月から探し始めて2ヶ月でね、もう1月にはね、この場所で霊の互いしましたから。でもね、うちの奥さんね、すごかったですよ。これでもかってぐらいね、資料もね、こんなに持ってきましたからね、何十件って持ってきましたからね、そのインターネットに出てるね、街道がありとあらゆるよね、これはどう、これどう、これどう、これどうってね。だから まずね、本当に神様に示されててよかったなと思うんです。そうするとね、まずね、私その時ね、いろんな資料を持ってくんですけどね、見る点一つだけ、駅のそばかどうか。もう駅からね、コアグラでも駅に近いですよ、7分なんだもん、コアグラの時。ちなみにね、アンテオキ教会はね、駅から15分だからね。それでいてね、駅前って言ってんだからね、まあそれはいいんですけどね、東京行ったらね、20分ぐらいまでは駅前ですね。だからね、7分を越したらね、もうアウト。だからね、8分ダメ、6分ちょっと置いとこう、ね、もうそうするとね、もう5分の1ぐらい減ったかな。いい物件いっぱいありましたよ。で、心開かれてね、注がれたのはね、一つね、義母駅のそばのね、6分っていうところがあったんですけどね、だからギリギリかな、どうかな、ね、だから駐車場が4台ただとかね、いろいろあったんですけどね、でもね、そこでね、見出したのが、この前、もう駅前でしょ、駅から歩いて1分ですよ。
本当に、ね、この示し通り、またね途中で出てきたのは、ね、音の問題で、あの義母の方が、ね、潰れたのはね、音に関して聞いたら、うん、じゃあ、音出してみてください、そして周りの方々に確認します、でダメだったらダメですって言われたんですよね。ってことはね、音に関してもしかしたらね、やり続けてたら文句言う人が出たらアウトになる可能性があった。そしたらね、ここだけですよ、音大丈夫ですか、音では文句は出ませんでね、ですね、他全部ね、音に関してね、ちょっとオーケストラがいるんですが、オーケストラのおの字でね、もうダメですと言われるところもあった。だからね、示されること一つ一つね、なしてことを通して今のこの場所で今思うわけですよ。先週もお話しましたけども、今ね3密がいけないって、だから今真ん中の椅子はね触らないでくださいってやつをやってて、もう1メーター以上、今日だってボイスの方々にねオーダーするわけです。1メーター以上開けろね。でもそれで歌えるんだもんね。またそれで皆さん、まあ今ねインターネットでね自宅で礼拝されてる方もいらっしゃるので、こうやって広々と、でも秋元牧師はね先週言ってましたけども、どこに目を向けていいのかわからない、今ねちゃんとね私ねいろんな方々見ながらね、あ寝てるのかなとかねやりながらね、こうやってね礼拝できるって、これ恵みですよ。本当に神様が示したことにね歩むってことはね、ちょっと話ずらしましたけども、これはね大きな祝福であり助けであり守りであるということで覚えていただきたいと思います。そして3読んでまいりますが、この3節から、彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通る道々で異邦人の改宗のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと、彼らは教会に人たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆報告した。でこの時フェニキア、サマリア、これはね、フェニキア異邦人教会です。サマリアはね、このあるユダヤ人の方々にしてみると、このね、彼らは半分ユダヤ人だからね、異邦人であるっていう見方、つまり彼らにとってね、この救いの恵みが開かれたということを聞いて喜んだわけです。そしてこのエルサレム教会に行って、その異邦人伝道、またこのね、この神様が示しているこのように救いが現れたことを報告したわけです。そして5節、しかしパリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。そこで人たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があって後ペドロが立ち上がっていった。でこの時ね、先ほど言いました、このパリサイ派の信者、つまりパリサイ派をね、この信じ、このユダヤ教であった方々がイエス様を信じたその方々が、今までね自分たちが割礼を受け、またね律法を守り、そして歩んできたその人生をね否定された。それはちょっと分かりますよね。今までね、この歩んできたことが間違いだったってね言われたのと一緒です。私自身もね、昔ね、カリスマは異端であるとね教わりました、ね、だからね最初からカリスマの人はいいですけどね、私はねそのカリスマの教会に行った時に一瞬思いましたね、異端の教会に来ちゃったかな。やっぱりね間違った教えはね、私たちの信仰をずらしますね。でしかしね、あ分かってきたわけです。私自身ね、聖書は誤りなき言葉って信じてますから、そうするとね聖書に何と書いてあるか、だから簡単に言えばね、第一コリントの14章の1節、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物
特に予言することを熱心に求めよ。多くのね福音派の方は愛が大事だよって。だから13章の方にね、愛がなければうるさいシンバルみたいなもんだから、予言なんかはねあれは違うんだとかね言うわけです、簡単に言えば。でも14章の一節に、愛と同じように予言すること、御霊の賜物を熱心に求めよと書いてあるわけですよ。だから私は聖書の言葉に立つことをねこの語られていますから、つまり予言することは御心であり、予言することは聖書的であるということをね今分かっているわけです。でも最初にねそういうふうに教わってしまうとですね、なかなかこのそこはね離れるのは難しい。この時もパリサイ派の方がねずっとこの割礼を受け、ね、安息日を守り、ね、ペテロなんかはねクリスチャンになった後もね四つ足のもの汚れたもの食べようと言われた時に食べれませんと。ペテロじゃそうだったわけですよ。今本当に立法時代になくてよかったな。これね立法が入ってたらね立法主義のねこの新約時代になってたらね、皆さんうなぎ食べれませんからね、鱗がないんだから。ある牧師ね、豚肉食べないね、何々食べないっていうのはうなぎ食べたりね、カニ食べたりね、カニもダメですからね。カニ好きなねある長老山のように食べてましたらね、これがね旧約時代だったらね立法違反ですからね。ですからその中でねこの立法を守らなければ救われないということを彼らはね本当に、その生活の中で思っていたわけです。それに対してペテロがねここで立ち上がるわけです。兄弟たち、ご存知の通り神が初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私たちの口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをし、私たちと彼らの中に何の差別もつけず彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのになぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きを弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、人たちもそうなのです。ペテロがこの中でこの宣言するわけです。それはまず第一番目に、異邦人にも神様が導いて、初めの頃ってあれは何かとコルネリオの件です。コルネリオに対して神様がね3人の者と一緒に行きなさいと語られていって、福音を語ることを導かれた。そしてその時に福音を語った時に2番目ですね、聖霊がすすがれ、異言が語られ、彼らがイエス・キリストを信じたということがはっきりした。だからここで、この9節に、私たちは彼らと何の差別もつけず彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。だからそこには割礼を受けた、立法を守っている、ね、そういうことは関係なく何の差別もつけず異邦人がイエス・キリストを信じるならば救われるということを明らかにしてくださった。つまり神様がすでにそのことを明らかにされたでしょ。そして4番目に、異邦人に割礼を強いるのは神を試みることです。この10節、それなのになぜ今あなた方、私たちの父たちも私たちも追い切れなかった首輝き、つまりこの立法ですね、イエス様はこの地上生涯の中で立法を守るということを通されましたけれども、しかしこのそれではなくてイエス・キリストを信じる者が救われることを語っていったわけです。弟子たちの首にかけて神を試みようと、試みるってね、試すってことです。つまり神様のね救い、神様の
約束を疑うのかということでもあるわけです。そして最後に10節、それなのになぜ今あなた方私たちの父祖たち、あ、じゃあ、この10節、私たちは主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなる。だから私たちも神様に救われている、そうでしょ。同じようにあの異邦人たちも同じように救われているんです。でここにね、鍵はね、恵みという言葉があります。恵みによって救われたことを私たちは信じますが、先ほど言いました、恵みというのは値なしに受ける、値なしに受ける。だからイエス・キリストが私の罪のために十字架にかかってくださっていることを信じること、それだけで救われるんだ、それだけで救われるんだ。そして私たちユダヤ人においても神様はそれを成してくださったと同じように、あの異邦人の方々においても同じようにされたんだとね、宣言したわけです。これね、重要なことなんです。なんならこの後ね、パウロが異邦人伝道をし、さまざまなところで話すたびに、ね、このずっとね、やっぱり律法を守らなければ救われないという方々が多くいて、特にガラテヤ書ですね、あの別の福音に移ってしまったんですかってね、あの そういう言い方までしてね、福音の恵みを、ね、保ちなさいということをね、語っていくわけです。これはね、私たちに対してもね、言えることです。この神の恵み、神の祝福をね、しっかりと握ってください。先週も話しましたけども、心を強め、信仰をね、強めていく。心をってな、信仰、信じること、イエス・キリストが私の罪のために、ね、十字架にかかり、私はイエス・キリストを信じているから救われる。そして同時にその上にあって信仰、感謝をし、賛美をし、また祈り聞き従うという歩みをする中で、私たちは信仰が、ね、祝福されていきます。このね、この今のね、終わりの時代、初代教会と一緒に別の問題ですけども、さまざまなことが来るでしょう。しかしこのことを成していくことを通して、さらにこの恵みにあって歩むということを通して、私たちはね、神様によって導かれるということをね、さらに覚えていただきたいと思います。お祈りします。愛する天の地の神様。